しなくてはならないことがある。迷う暇はない。なんだこの者どもは。今は今川義元よ、討ち取ってくれる。今川方に時間素行軍の介入を確認した。織田信長を援護する。消えろ。忍びだと。今川義元の影武者であったか。時間素行軍め、奇襲に備えさせている。ひとまずはここの敵を撃破するぞ。一撃で。信長様、戦場の各所が面倒なことになったな。俺たちもこの辺りを探してみるか。今川義元を発見した。見た目だけでは本物かわからぬ。おっと、また影武者か。どうする、ここで倒しておいた方がいいか。そうだ、また変装されても紛らわしい。終わらない。少しの間に伸びて全軍に伝達。今川義元だろうか。今川義元を発見と。今度は本物だと言うか。残念だ、また偽物か。念のためここで倒しておくぞ。影武者か。人の力でアーマで姿を見せられるものなのだ。全軍に伝達。今川義元は南へ向かった模様。今度か、早く尻尾をつかまないと。今川義元を発見した。本物だった。くそ、またしても影武者か。さっさと倒して本物を探し出すぞ。ある手の陰に伝令。光る木が生えた林の奥に酒が運ばれていったとの報告が。伝令の情報だと、今川義元は東へ行き、南へ行き、光る林の方に行ったんだったな。光る木か。この辺りに生えている青い実をつけた木のことだな。まさか織田の。どうする長谷部、追うか。いや、後回しだ。まずはこの時間素行軍を撃破する。荒波のごとくな。断ち切る。お前の姿など映すまでもない。悪くない結果だ。一つ成長できたような。時間素行軍の撃破を完了した。残党もすぐ桶狭間からいなくなるだろう。今川義元もまだ近くにいるな。信長さんとこの兵に伝えてくるとするか。長谷部、少し時間をもらえるか。要件は何だ。食代切りが菓子を作ってくれたんだ。それで一緒に茶でもどうかと。
断る。俺は隊長としてそれなりに仕事があって忙しい。そうか。だがそうなると茶菓子が余ってしまうな。せっかく食大切りが作ってくれたというのに。そこまで言うなら時間を割いてやらんこともない。いや、無理を言うのもよくない。そうだ、三日月を誘ってみよう。面影、もしやお前、俺をからかっているのか？ん？よくわからないが、またお前を不快にさせてしまったようだな。